はい、皆さんこんにちは、ワナリグルフィッシュです。今回は信長の野望創造戦国立志伝、足利義昭、室町幕府第15代将軍、織田家を滅ぼすための戦い、続きをやっていきましょう。では、早速続きをやっていきます。で、今ですね、舞台の方が桐山御所を攻略している部隊がいくつかあったので、この桐山御所をね、引き続き攻略をしていきましょう。まあ、とにもかくにもお金もなければ武将もいない、で戦闘力も足利義昭に関してはないので、まあもともとね、義昭自体はその戦闘向きっていうよりかは筆将軍と呼ばれたように、筆でこう味方をね、増やしていくっていうことをしていたので、今回もね、戦闘を主にやるっていうよりかはどちらかっていうと、戦闘面とかね、城の運営とかっていうのは任せておいて、まあ指示だけを出すっていうね、そういうプレイスタイルでやっていっています。桐山御所はどうしても取っておきたいので、ここは存分に兵を出していきましょう。ご命令くだされ、報告いたします。先月の収支です。報告いたします。で、そうこうしてる間に出陣します。こちら鎌場城、まあここは後の沢山城とかこの辺りになってますかね。沢山城があって、観音寺があって、鎌場がある、そしてここに小谷があるって感じかな。大垣城を目指して、進軍中かな。斎朝倉連合軍がこちらはこちらできっちり桐山御所を切り取りましょう。行くぞ。表情を始めます。先月の収支です。まあ、お金はそれなりにあるので、密談の使者は積極的に出していきましょう。ご用は何ですか。おっと、間違った。兵糧は買うんだった。出た。まあ、あんまりね、密談の効果があるのかというのはあるんですけどね、この程度の勢力だと。まあ、とはいえやらないよりかは全然いいというのもあるので、やっていきましょう。出陣する。これで決まりです。これで決まりです。あとはこの桐山御所は力攻めにしてしまった方がいいかな。援軍も数増1700が近づいてきているというのもあるし、兵糧も心もとないので、ここは力攻めに変えていきたいけど、敵に張り付かれるかな。先にさらに援軍か。勝家1600も来る。同じ方向から攻めた方がいいからな。となると情報が少ない、この北ルートで行きましょう。我が道を開けよ。かかれ。引き際はわきまえねばな。かかれ。見くびられては困りますね。遊びは終わりだ。釣り出したいな。あの39が邪魔すぎてしょうがない。なんとか釣り出しができれば。何、カズマスが1700到着したか。
決めよう。敵城門突破しました。城門は突破したけど、カズマス相手にこの軍勢で勝負になるか。采配で勝たせてもらう。かかる。この軍略で敵を撃ちます。引くぞ。まあそうなるよな。これが戦の作用よ。奥にはまだ到着してないか。到着した。会えるぞ。この奥にの2600、これかなり貴重だな。なあ、さらに勝家も来たか。これで戦力差がほぼなくなったって言っていいな。縄文があることを考えると。まあしょうがない。ここは一度大きく使っちゃいましょう。夕飯し標本見せてくれよ。バカだ。我らの攻め変えてみせよ。いな、覚悟を決めよ。引け引け。お任せください。狙撃が来たか。これで決まりだ。ぐはー、敵の戦力も削り取ったけどな。完全に我が戦お見せしましょう。ご命令くだされ。惜しかったな。もうあと100戦力が残ってれば落とせたな。城は敵を追い詰めます。進め。お任せください。かかれ、始めろ。引き際はわきまえねばな。引くぞ。勝負しなさい。これで決めるぞ。ま、なんとか城は落とせたかな。なんかかなりしょぼい戦いにはなりましたが、まあ、城は落とせたということでよしとしましょう。一応目標は織田家滅亡を目標としてますからね。逃げなさい。敵将捕らえました。ご命令くだされ。報告いたします。報告いたします。敵が城を取り返しに来る軍勢の数、信長自ら4700。これはきついよ。ちょっと援軍の要請を出すしかないな。桐山御所の防衛に力を貸してもらいましょう。まあ間に合わないとは承知の上で修復もかけたいけど無理だよな。出るぞ。取ったばっかりのこの桐山御所はどうしても守りきりたいというわけで、援軍の要請をガシガシ出していきましょう。まあ、大垣城をまずは攻めてもらいたいですよね。浅井朝倉には岐阜なんか取ってもらえるとありがたいよな。信長の本拠地。
まあ、まずは桐山御所を守りきらないと。かかれ！合図！出陣する。圧倒的な力を誇る信長の前に、ご命令くだされ、報告いたします。増兵たちの塊と言っていい足利将軍家の軍勢がどこまで対応できるかっていうのはねありますけど、信長の数は全然減ってかないな。戻るとしよう。ちょっと追加で軍勢を出していかないと桐山御所が落ちるな。出るとするか。我が策、戦場を制す。出陣します。待機します。表情を始めます。報告いたします。先月の収支です。よし、報告いたします。これで一旦信長は帰らせることに成功したので、兵を引き上げましょう。城に帰りましょう。いや、城の運営任せてるからちゃんと台風とか回復してくれるかが心配だけど、一応藤高はちゃんとやってくれてるっぽいな。表情を始めましょう。報告いたします。報告いたします。で今は鈴木家がそのまま松ヶ島を攻めてるんだな。で松ヶ島の軍勢というと、まあ、それなりにいて、かつこのままだと攻めあぐねている感があるので、ここは密談の使者を送っていたところもあるので謀反を起こさせましょう。ちょっと一旦整理しておくと、まず御所に関しては義明の直轄になってますと。で他の城に関しては武将の数が足りてるかをチェックしていきますが、一応武将の数は足りてるね。それなりに大丈夫そうだ。よし、じゃあこれで松ヶ島がこちらに寝返ってさえくれれば、よし、義明に仕えるということで、ここでこちらに着いたな。松ヶ島がこちらに着いて武将の数もいる。よし、これでだいぶ精力的に足利将軍家もそれなりになってきたな。で毛利がでかくなってるけどね。毛利に関しては吉見を通じておきましょう。あくまでも目的は織田家打倒ですからね。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。というわけで無駄な戦闘にならないように工作しておきましょう。
で今となっては筒井順慶とかね攻略しておけば楽になるんで、島左近とかね手に入れますからね。ここに軍勢を派遣していきましょう。騎乗する、出陣しよう。出陣する。いやーだいぶ目処が立ってきたな、織田家だと。我が戦お見せしましょう。お助けいたします。私だってやれるんです。なんといっても左近とかその筒井家を攻略する余裕が出てきたっていうのがいいですよね。前までは信長との防衛だったり攻略だったりで全く余裕がなかったんですが、今だとその余裕が出てきてるので、鉄不足だな。まあお金はあるので買っていきましょう。毎度大きい。ここはやっぱり最後の拠点になりますからね、御所は。それなりにしておかないと。腕が鳴るぜ。戦場へ参る。今脅威にさらされているところで言うとそんなにはなくなったか。できればこの鳥羽城もね取っておきたいですけどね、久喜義孝が治めているこの城、ここを抑えられればだいぶその安定的に戦いが運べるかなという感じがしますけどね。敵将捕らえた。表情を始めます。報告いたします。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。そうか、外交をきっちりやっとかないと。もう今となっては連合が崩壊してますからね。金がかかったとしてもしっかりやっとかないといけないな。騎乗する。戻ります。騎乗する。キリにこの筒井城を任せましょう。ここは味方同士で争ってるけどそんなことやめてほしいな。元味方同士って言ったらいいかな。松ヶ島に4900か。援軍要請が来てる。援軍要請が来てるなら釜場城の防衛戦に人出してあげたいけど、釜場城はここか。確かに今戦力的に厳しいんだな。なるほど、よくわかったぞ。そしたら兵糧不足で出陣ができないと言われてるな。まずいな。今この松ヶ島の防衛戦を展開したいけどこれができないってなると非常にめんどくさいな。ここは三好にすがりましょう。我が戦お見せしましょう。皆我に続け。
表情を始めましょう。で、武将の数は増えたので筒井家を攻略して締めたことにより、なので外交はきっちりやりましょう。工作を送っていないところに関しては工作をきっちり送っていきましょう。出た。その上で兵糧が入ってこないので、もうちょっとかかりますね。なので兵糧を買っていきましょう。で、その上で松ヶ島に出るとするか、防衛のための兵を派遣していきます。で、鎌場城が落とされるのは確かに良くないので、まあ気持ち軍勢を出していきましょうか。大軍勢を派遣することが、まあ、ちょっとねできない事情もあるので、まあ、そこはちょっと察してもらうしかない。何、奥義一戦が決まらなかったか、城門の外に出てなかったんだな。城内に侵入しました。これで決めるぞ。堂々勝負です。我が道を開けよ。これで決まりです。では決着をつけるとしよう。くそ、先に奥義一戦をやられたか。奥義一戦ってか剣豪だな。これ鎌場城が落ちる。持ちこたえてくれればいいけど。表情を始めます。報告します、報告します。なんとかなるかな。増援が出てますからね、磯野が。あそこは耐えてもらいましょう。でだ、肝心の松ヶ島の方はというと、こちらも大丈夫そうで、鳥羽城だな。鳥羽城を押さえとけばもうかなり安心感が出てくる。攻め入りましょう。鳥羽城、承知いたしました。我が戦お見せしましょう。
そー、兵糧不足か。兵糧さえあれば息の根を止められるんだけどな、鳥羽城の。ご命令くだされ、報告いたします。先月の収支です、報告いたします。でだ、鳥羽城を攻略するにあたっては密談の使者を出しとけばよかったな。ただここはちょっと無理か。結構軍勢というかその忠誠が高い人ばっかりですね。さあ鳥羽城をなんとか攻略せしめましょう。敵が我が領内に向かっております。松ヶ島に9200。この松ヶ島の9200はきついな。行くぞ。で、久喜義孝の軍勢が1900残ってるってなると、ここを攻めるよりかは松ヶ島を守る方が先だな。松ヶ島を守りましょう。まあそうは簡単にはいかないですね。やっぱり敵が迫っております。さあ松ヶ島の防衛がなるかどうか結構厳しいな。どうしようかな。表情を始めましょう。報告いたします。先月の収支です、報告いたします。まずは内通させましょう。で最悪攻めかかってきてもどうにかなるようにしときながら、信長の4700、勝家2400、関のりぼ森信が2100。信長の4700がかなりきついな。で三好は松ヶ島城の防衛に加わってくれると。で小西も松ヶ島の防衛に加わってくれる。うん、まあ、なんとか目処は立ったな。ちょっとこれでターンを送ってみましょう。包囲します。で柳沢も一旦松ヶ島まで引きましょう。城が取り囲まれました。敵が我が領内に向かっております。出陣するぞ。城が取り囲まれました。さすがは信長だな。報告いたします。そう簡単にはいかない。 で外交状態を確認しておくと、まず交渉ができるのが大丈夫だね。データ残りの敵の戦力を考えると信長が2700、関と勝家はまあもう大した戦力ではないのでなんとかしのげるでしょうという中、やっぱり怖いのが信長だな。承知しました。さらに軍勢を出しておきましょう。念のため工作を出していないところに関しては工作を出していきましょう。外交が肝中の肝ですからね。まあ徳川が味方になってくれるってことはまあないでしょう。まあ援軍は出してあげたいけどね。包囲されました。いざ参る。さあ信長があと700か。これだったらなんとか撃退はできそうだな。表情を始めましょう。報告いたします、報告いたします。で援軍を出せって言ってたけど
大御所か。まあ藤高4300出してあげるか一応。でここは誰。あーなるほど。お任せください。一気に三木城の攻略を視野に入れましょう。鉄不足。ここは金で鉄を買いましょう。何なりと申し付けよ。で何単か待ってれば金は貯まるはずだ。まだ粘るか信長。信長打ち取りたいけどな。ま引き際もさすがというところですね。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。さあ気をつけなきゃいけないのが松ヶ島がやっぱりこの南に鳥羽北に長野って形で挟まれているので一番攻められやすいウィークポイントにはなってしまってますね。なのでそのウィークポイントをどう埋めるかだけど、それ以前に米がないな。米が、まあ、今回は筒井城と松ヶ島が取れただけでもいいか。特に松ヶ島に関しては謀反を起こさせてこちらに引き入れることができたので、まあ、兵をね無駄にしないで済んだというのは大きかったかなと思います。よしこれでいいかな。とりあえずはこの次やっぱり鳥羽城を取って南側の憂いをなくしておきたいというのがあるので、鳥羽城の攻略に入っていきたいと思います。が、まあ、ちょっと時間もいい時間になりましたので今回はここまでにしてですね、次回この続ききっちり鳥羽城を攻略するところをプレイしていきたいと思います。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。